昔、ある山深い里の外れに一匹の赤鬼が住み着いていました。鬼の里はもっと山奥の谷底にあったのですが、赤鬼は人里に近い場所に住んでいました。鬼と人間は憎しみ合い、人間は鬼の力を恐れ、鬼は人間の知恵を恐れていました。もう長く人間と鬼は互いに干渉することはなかったのですが、なぜか赤鬼は人里近いところに住み着いたのです。それには少しばかり悲しい訳がありました。よし、この盾札を立てておこう。少しでも人間が怖がらないようにしておかなくちゃ。赤鬼は住処の前にわざと居場所が分かるように盾札を立てました。それは赤鬼が人間と少しでも近づきたいとの思いからでした。しかし人間たちは鬼の里に近い山深い場所に来る者はおらず、赤鬼の試みは無駄なようでした。人間の警戒心の強さを知っている赤鬼は自分から人間の里に近づくことはせず、ひたすら待ち続けていました。そんな折、一匹の青鬼が赤鬼を訪ねてきました。青鬼は鬼の里の嫌われ者で、鬼の里を出て暮らしていましたが、不思議と赤鬼を気に入り、時折訪ねてくることがありました。何何、私は心の優しい赤鬼です。人間と仲良くなりたいです。おいしいお茶もご用意してます。いつでもお入りください。なんだこりゃ。いや、青鬼くん、久しぶり。こんな盾札立ててどういうつもりだい。どういうって、人間と仲良くなるためさ。無駄だ無駄だ、やめときな。人間がいかに警戒心が強くてずる賢いやつか知ってるだろう。こんな盾札立ててたらかえって罠にはめられて命を落とすぞ。そう言うなよ青鬼くん、君は疑り深すぎるんだよ。まあ疑り深いのは認めるさ。なんせこの性格を疎まれて鬼の里にも入れなくなっちまったくらいだからな。でも言っとくが、お前さんのためを思って言ってるんだぞ。分かってるよ青鬼くん、鬼の里で僕をかばってくれたのは君だけだもん。お互い嫌われ者同士だったからな。まあ俺はこのひねくれた性格が災いして嫌われたわけだから自業自得ってもんだが、お前さんの場合はお前さんの責任じゃないからな。気の毒なこった。その話はいいよ。よくないさ。お前さんが人間と仲良くなりたいのはお前のおっかさんが人間だったからだろ。だからお前は人間と仲良くなりたいんだろうが、それはやめといた方がいい。お前のお父っつぁんは人間に騙されて殺されちまった。人間ってのはそういうやつなんだ。てめえらの理屈や常識と合わなきゃ、けだもののようにこっちを襲ってきやがる。青鬼くん。なんだ。僕そう思わないんだ。確かに僕のお父さんは人間に殺された。でもそれは不幸なお互いの誤解からだったんだ。お互い時間をかけて理解し合えばきっと平和に一緒に暮らせると思うんだ。人間にはない力が鬼にはあり、鬼にはない知恵が人間にはある。鬼と人間が力を合わせればいろんなことができるようになってお互い幸せになると思うんだ。それは夢物語だ。お前さんがどんなにそう思っても相手はそう思っちゃくれねえ。大丈夫だよ、僕はできると思うんだ。だって僕は人間と鬼の間に生まれたんだから。鬼の里ですら相手にされなかったお前さんがあのずる賢い人間に受け入れられるかね。すまんすまん、そういうつもりで言ったわけじゃねえんだ。要は気をつけろ、そう言いただけさ。お前さんの邪魔をするつもりじゃねえ。ありがとう。困ったことがあればいつでも相談に乗るぜ。じゃあな。
鬼の里で嫌われ者の青鬼でしたが、なぜか赤鬼に対しては優しい気持ちになってしまうのでした。鬼と人間の間に生まれ、どこにも居場所のない赤鬼と自分を重ね合わせていたのかもしれません。その頃、人間の里の方でもある出来事が起こっていました。おーい、おーい、フランシス、どこだ？あ、あんなとこにトンボが。よし、捕まえてやるぞ。あ、逃げちゃったトンボ。フランシス、ダメじゃないか。こんなところまで来たら。ごめんなさい、トンボ追いかけるのに夢中になって。この辺は鬼の里に近い危険な場所だ。この間も真っ赤な鬼を見たってジョバンニが言ってただろ。うん。鬼は人を見境なく襲うから、お前のパパも鬼に襲われて。その話はやめて。そうだったな、すまん。でもこの辺りに鬼が住んでるって本当？そうらしい、噂だけどな。あ、びっくりした、鬼かと思った。驚かせてすいません。僕、桃太郎と言います。実は鬼を退治しにやってきました。鬼退治？そうです、東の国から海を渡ってやってきたのです。あてもなくさまよっていたのですが、そこで偶然話を聞いて。なんでまた鬼退治なんて？名を挙げるためです。名を挙げる？僕は捨て子で、父も母も分かりません。国では赤の他人だったじい様とばあ様が僕を育ててくれたのですが、どうしても両親に会いたいのです。そのために有名になって僕の話が両親に届けばと思って。気持ちはわかるけど、相手は鬼だから。武芸には自信があります。鬼を退治すれば、お父っつぁんとお母さんに会えるの？はい。ねえ、手伝ってあげようよ。拝見すると、あなたは狩人ですね。二人で協力して鬼を退治しませんか？東では鬼を倒した者は英雄として崇められるのです。あなたも僕と一緒にぜひ。僕の腕を披露しましょう。すごい、刀の勢いだけであんな遠くの木が真っ二つに。なるほど、君の腕と私の腕があれば鬼に勝てそうだな。英雄になれるんだよ、やろうよ。そうだな、話は決まりましたね。それでは早速鬼を探しましょう。そういえばジョバンニがこの辺りで赤い鬼を見たって言ってたんだよね。そうだ、この先に大きな木の根元を掘った家らしいものがあるんだよ。そこにもしかして鬼の住処。早速行ってみましょう。待て待て、鬼は鏡が苦手なんだが、桃太郎は鏡を持っているのかい？いえ、鬼は鏡が苦手なんですか？初耳です。この辺りの言い伝えだよ。鏡を向けると鬼は自分の醜さに驚いて動けなくなるって。しかしせっかくだから行ってみましょうよ。私と狩人さんの技があれば鏡なんかなくても大丈夫でしょう。しかし、行こう行こう。こうして渋る狩人を強引に引っ張って、フランシスと桃太郎は大きな木の根元にある家に向かいました。そこは、そうです、赤鬼の家でした。ここだ、ここだよ。なるほど、いかにも鬼が住んでそうなところですね。あれ、ここに立て札があるぞ。どれどれ、なんて書いてあるんだろう。私は心の優しい赤鬼です。人間と仲良くなりたいです。美味しいお茶もご用意してます。いつでもお入りください。鬼の家だ。なんてずる賢いやつだ。こんなことで人間が騙されると思ってるのか。この中におびき寄せて襲うつもりなんだな。桃太郎と狩人が話し合っていると、青鬼を送っていった赤鬼が戻ってきました。立て札の前で話し合っている人間を見て、赤鬼は喜びさんで走り寄りました。おーい、いらっしゃい。わー、鬼だー。怖くないよ、僕は君たちと友達になりたいだけなんだ。も、桃太郎くん、早く刀を抜いて。腰が抜けて刀が抜けません。なんて情けない。だって鬼を見たの初めてなんです。怖がらなくていいよ。さあさあ中に入って。
お茶入れるから。食べられる。だから食べたりしないよ、安心して。この野郎。逆上した狩人は銃を赤鬼に向けて発砲しました。一発、二発、しかし恐怖のあまり銃弾は大きく赤鬼からそれていきました。危ないじゃないか、僕が何したっていう。これでも食らえ。桃太郎が思い切り刀を振ると、その刃は赤鬼の右腕をかすめました。何をする。うわ。赤鬼は思わず興奮して牙を剥きました。その表情に3人は飛び上がって逃げ出しました。逃げろ。待って、ごめんごめん、そんなつもりじゃ。ああ、行っちゃった。なんで、僕は何にも悪いことしてないのに、盾札も一生懸命作ったのに、なんで、なんで誰も分かってくれないんだ。こんなもの、こんなもの。赤鬼は盾札を引き抜き、むちゃくちゃに壊しました。そしてその場にうずくまり泣きました。それからしばらく赤鬼は家に引きこもり、一歩も外に出ようとはしませんでした。そんな赤鬼のもとに青鬼がやってきました。青鬼は赤鬼の話を一部始終聞いて、ある提案をしたのです。君が村を襲う？そう、そこをお前さんが現れて俺をやっつける。そうすりゃ人間どもお前さんを信じるだろう。ダメだよそんなこと。よく聞け、人間ってやつは自分たち以外のものを簡単に信じねえ。それはお前さんもよく分かったろう。うん。やつらは得体の知れないものは全部敵なのさ。頭ん中は敵と味方しかねえんだよ。鬼はそもそもやつらにとっては敵なわけだから、まずはお前さんがやつらにとって味方であり、鬼の敵じゃなくちゃならねえんだ。僕は鬼の敵なんかじゃないよ。いいんだよ、やつらがそう思えば嘘も方便ってこった。そんな騙すことは嫌だな。だったら人間と友達になろうなんざ考えるのはやめるこった。あんな疑り深いやつらの信用を得るのはそうまでしないと無理なこった。この疑り深い俺が言うんだから間違いない。でもそれじゃ君があんまり。俺のことは気にするこったね。鬼の里にもいられない天涯孤独の身だ。今さらお前さんのために悪役になることなんかへでもね。嫌われもんの役得よ。僕は君のことが好きだよ。ありがとうよ。そんなおめえにしてやれることがあるんだから俺も幸せもんってこった。それじゃあ早速今から村に向かうぜ。お前さんはちょっと遅れてくるんだな。そんな急に。善は急げって言うだろう。それじゃあな。そう言って青鬼は赤鬼の家を出て村に向かいました。それから数時間後、狩人の家に桃太郎とフランシスは集まっていました。彼らは改めて鬼退治の相談をしていたのです。今度こそしっかり仕留めよう。急に積極的になりましたね。鬼に敵図を負わせることはできたんだからね。今度は鏡を用意してしっかり準備をしよう。そうですね。でも。でも？なんだいフランシス。あの鬼、なんか悪いやつじゃないような気がしたんだけど。どういうことだい？なんか友達になりたいとか言ってたし。それが奴らの手なんだって。安心したところを襲うのさ。そうかな。鬼の気持ちがどうであっても鬼は退治しなくちゃならないんだ。鬼は人間の敵なんだよ。敵に情けを見せちゃいけない。躊躇なく倒さなきゃいけない。よくわかんないや。どんなにいい顔したって奴らは鬼なんだよ。鬼を倒したら村のみんなも安心する。鬼が生きてりゃそれだけで村は不安になる。どっちがいいと思う？わかんない。フランシスはまだ子供だから仕方ないさ。いずれにせよ赤い鬼は弱ってる。
今日にでももう一度あの家を襲おう。桃太郎と狩人の相談を家の外から一匹の鬼が聞いていました。そう、青鬼です。まああの鬼はちょっと間抜けな感じだから油断してるだろ。そうだ、逆に騙してやろう。騙す？友達になるって言って油断させて家の中で襲うのはどうだい。逃げ場がないし狭い場所だと体の小さいこちらの方が有利だろう。なるほど、いい案だな。なんて奴らだ。許さねえ。赤鬼の気持ちも知らないで。青鬼は全身の血が逆流するくらいの怒りを覚えました。そしていきなり壁を突き破って家の中に飛び込みました。てめえら許さねえ。ぶっ殺してやる。わあ、鬼だ。この野郎。うわ、鏡、こんなものこうしてやる。鏡が割れた。刀、この刀で赤鬼をこいつめ。首を掴まれた。苦しい。怒りに身を任せて青鬼が桃太郎の首を引きちぎろうとしました。そこに何も知らない赤鬼がやってきました。赤鬼は予定通り青鬼が村を襲ったものだと思って飛び込みました。やい、その手を離せ。あいつ赤鬼、そうじゃねえ、こいつらを許しちゃ。青鬼は赤鬼に事情を話そうとしましたが、なぜかその言葉を飲み込みました。そして、なんて力だ。わ、手が離れた。鬼同士が戦ってる。どういうことだ。いいか、奴らを信じさせるためには俺を思い切り殴れ。え、そんなことできないよ。いいから早く。えい、ダメだ、もっと強く。えい、もっと強く。これ以上殴ったら青鬼くんが。いいからもっと強く殴れ。えい、ぐあ。赤い鬼が青い鬼をやっつけた。青鬼くん、もういいだろ、早く逃げて。わかった、あとは任せたぞ。ガー、やられた、覚えてろ。赤鬼に思い切り殴られて血だらけになった青鬼は家の外に飛び出し、闇に紛れて逃げていきました。赤い鬼さん、ありがとう。ありがとう。助けてくれたのか。この鬼はいい鬼なんだよ、だから言ったでしょ。本当にありがとう、赤い鬼さん。そんな、ありがとうなんて。友達になってこの村を守ってよ。本当に。そうだな、助けてもらったのは事実だし。桃太郎は不満そうでしたが、赤鬼は村の人から受け入れられるきっかけをつかみました。それから幾日かが過ぎました。赤鬼は村に通って一生懸命人間と仲良くなることを努力しました。その努力の甲斐もあって赤鬼は村人に受け入れられることができました。村人の説得にはフランシスの力が大きく、フランシスと赤鬼はお互いに信頼するようになりました。その間、赤鬼は青鬼のことが気になっていましたが、青鬼からはきつくほとぼりの冷めるまでは会いに来てはいけないと言われていたので、赤鬼は我慢して青鬼のもとには向かいませんでした。それでも青鬼のことをふと忘れてしまうくらい村での生活は赤鬼にとって充実したものでした。そんな中、一人だけ不満を持っている者がいました。桃太郎です。なんかおかしいと思わないかい。何がだい。赤い鬼と青い鬼の件だよ。何かうまくいきすぎてると思わないかい。実は私も少し引っかかっているんだ。もしかして赤い鬼と青い鬼はグルなんじゃないか。なるほど、村を安心させて一気に襲うということか。その可能性はあるということ。それに、それに、このままじゃ僕の鬼退治の目的は果たせない。
そりゃそうだな。でも赤い鬼は今村の信頼があるから手は出せないぞ。赤い鬼ではなく青い鬼だよ。青い鬼？あいつは今油断してるはず。赤い鬼から青い鬼の住処を聞き出して一気に襲えば。なるほど。青い鬼は村を襲ったのは間違いないからな。青い鬼を倒せばでしょ。それにはまず青い鬼の住処を見つける必要があるね。どうするんだい？蛇の道は蛇。赤い鬼から聞き出そう。そんなことできるのかい？もしあいつらが来るだったら絶対教えないじゃないか。フランシスに聞き出せよ。赤い鬼はフランシスと特別仲がいいから。なるほど。赤い鬼はフランシスなら心を許してるからうまくいきそうだな。フランシスを呼び出しているんで、もうすぐここに来ることになってる。桃太郎の言った通り、それからしばらくしてフランシスはやってきました。桃太郎と狩人の話を聞いてフランシスは怒りました。絶対に嫌だ、そんなことできない。そう言わずに。なんでそんな風に赤い鬼を疑うんだい？赤い鬼はいい鬼で悪い鬼なんかじゃない。フランシス落ち着け。何も赤い鬼を退治するって言ってるんじゃない。そうだよ、赤い鬼は悪い鬼じゃないかもしれないけど、青い鬼は悪い鬼だろ。うん、だけど赤い鬼は青い鬼の仲間なんかじゃない。そうだったね、変な疑いをかけてすまなかったよ。赤い鬼は青い鬼の仲間じゃない。だったら青い鬼の退治に協力してくれるんじゃないかな。うん、だったら聞き出してみてくれよ。そんなに直接聞き出さなくていいんだよ、うまく聞き出してくれれば。でもフランシス、忘れちゃいけない、鬼は人を襲うんだ。お前のパパも鬼に襲われて死んだ。赤い鬼はそんな鬼じゃなかったとしても、青い鬼は間違いなく人を襲った。だから退治しなきゃならないんだ、わかるだろ。うん、だったら赤い鬼から青い鬼の住処を教えてもらって。もし赤い鬼が知らなかったらそれはそれで仕方ない、村の安全のためなんだ。わかったよ。こうしてフランシスはしぶしぶ桃太郎と狩人の頼みを聞き入れました。そして村の祭りの日の夕方、赤い鬼を呼び出しました。赤い鬼さん、赤い鬼さんは優しい鬼で僕たちの友達だよね。そうだよ、僕は君たちの友達さ。すべての鬼が赤い鬼さんみたいな優しい鬼だったらいいのに。そうだね、鬼と人間がもっと仲良くなれたらいいな。どうして青い鬼さんは人を襲ったの？それは、赤い鬼は思わず本当のことを話そうとしましたが、やはり青い鬼からきつく秘密にすることを言われていたことを思い出して口をつぐみました。悪い鬼はいなくなればいいのに。僕のパパも鬼に殺されたんだ。そうだったの、ごめんね。赤い鬼さんが謝ることないよ、悪いのは人を襲う鬼なんだから。青い鬼はそんな鬼じゃ。何？うん、なんでもない、なんでもないよ。青い鬼はどこに住んでるんだろうね。え？もしも、もしもだよ、ちゃんと謝ってくれるならみんな許してくれると思うんだけどな。本当に？本当だよ。ねえ赤い鬼さん、僕と一緒に青い鬼さんのところに行ってみんなに謝るように言ってみようよ。本当に？本当に許してくれるの？本当だよ。それは青い鬼も喜ぶよ。青い鬼はどこに住んでるの？僕の家からもっと西の外れの岩山の頂上にある洞窟さ。今度行こう。うん、行こう。こうしてフランシスは赤鬼から青鬼の住処を聞き出しました。二人の会話は桃太郎と狩人が物陰から聞いていました。その後、赤鬼は村の祭りに参加し、たらふくごちそうを食べ、お酒を飲み、そのままフランシスの家で眠りこけてしまいました。赤鬼が起きたのは翌朝、村人の歓声と
興奮した桃太郎と狩人の声が聞こえてからでした。村中が興奮している様子が寝ぼけている赤鬼にもはっきり伝わりました。鏡で動けなくなったところ桃太郎が刀でバッサリやったんだ。そしたらすごい力で殴りかかろうとしたんだけど、そこを狩人さんが鬼の目を撃ち抜いたんだ。目が見えなくなってもすごい勢いで暴れてね、その首めがけて刀を振り下ろしたら、さすがの青鬼もイチコロさ。まさか青鬼くん。言っちゃダメ。フランシス、今聞こえてるのは。そうだよ、青い鬼を桃太郎と狩人が退治したんだ。なんで、なんでそんなことを。だって青い鬼は悪い鬼だから。青鬼くんは悪い鬼なんかじゃない。赤い鬼さん、青鬼くんは友達思いのいい鬼なんだ。僕の友達なんだ。やっぱりグルだったんだ。騙したんだね、僕を。騙したんだ。騙したのは赤い鬼さんの方じゃないか。うるさい。お前は僕を騙して僕の友達を。赤鬼は怒りで赤い顔をさらに真っ赤にしてフランシスの首をつかみました。怒りだけが赤い鬼を支配していました。苦しい。助けて。友達だと思ってたのに。友達。赤鬼はもう一つ青鬼と約束していたことを思い出しました。それはどんなことがあっても人間を傷つけてはいけないということでした。そのことを言った時の青い鬼の顔がいつになく真剣で悲しそうな顔だったことを赤鬼は思い出しました。ごめん。赤い鬼さん。でも君は友達じゃない。え？僕の友達は。赤鬼はフランシスを振り払って外に飛び出しました。外には青鬼の首を掲げる桃太郎と狩人、そして村の人々がいました。赤鬼は力ずくで青鬼の首を奪い取りました。そして一目散に駆け出しました。後ろから狩人が銃を撃ちかけてきました。桃太郎の刃が風に乗って赤鬼の背中を裂きました。それでも赤鬼は振り向かず、ただただ駆け抜けました。赤鬼の両目からは赤い涙が滝のように流れていました。青鬼くん、青鬼くん。何度も何度も赤鬼は叫びました。青鬼くん、青鬼くん。どれくらい走ったでしょうか。赤鬼は青鬼の家にたどり着きました。青鬼の家はめちゃくちゃに荒らされていました。部屋の真ん中に首を切り落とされた青鬼の死体が転がっていました。全身傷だらけでした。赤鬼が殴った時にできたと思われる傷もありました。赤鬼は青鬼の首を置き、青鬼の傷だらけの体を抱きしめました。青鬼くん、かわいそうに。こんなに傷だらけになって
痛かったね、苦しかったね、ごめんよ、本当にごめんよ、僕のためにごめん、ごめんなさい。赤鬼の涙は首を失った青鬼の体を濡らし続けました。ただただ赤鬼は後悔の念と悔しさ、そして青鬼に対する思いだけが全てを包んでいました。どれくらい泣いたでしょうか。赤鬼はふと青鬼が右手に何かを握りしめていることに気づきました。それは一通の手紙でした。宛先は赤鬼になっていました。赤鬼へ、これをお前さんが読む頃には俺はこの世にいないだろう。人間どもは必ず俺を殺す。でも悲しむことはない。それは初めから分かっていたことさ。それは初めから分かっていたことさ。俺は鬼の里にも住めないはぐれ者。そんな俺を相手にしてくれたのはお前さんだけだった。お前がいなかったらもっと早くこの世から消えちまったかもしれない。誰にも相手にされない孤独は死ぬ何倍も辛いもんだ。そこから俺を救ってくれたお前さんのためになるなら俺は何でもやろうと思った。せめてもの恩返しだ。俺が人間どもに殺されることで人間どもは完全にお前を信用するだろう。人間を恨むことはない。なぜなら俺はかつて村人を一人殺したことがある。事故みたいに不幸な出来事だったが、奴らにとって俺は憎むべき敵であることは間違いない。俺はそのことを後悔していたが、こうやって人間どもに殺されてやることでその後悔からも解き放たれる。ありがたいこった。赤鬼よ、お前は人間と楽しく暮らせ。俺のことは忘れろ。お前と出会えて本当に楽しかった。そう、お前は俺のたった一人の友達だった。元気でな、アバよ。青鬼くん、僕はなんて自分勝手な、僕のたった一人の友達よ、僕の本当に大切な友達よ、青鬼くん、青鬼くん、君に会いたいよ、もう一度君に。赤鬼は大声で泣きました。その泣き声は風に乗り、鬼の里にも人間の里にも響き渡りました。いつまでもいつまでも。その後赤鬼の姿を見た者は誰もいません。ただ手厚く葬られた青鬼のお墓のそばに一輪の赤い花が咲いていました。儚く孤独に、ただただ美しい色で。